どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA クレジットカード入会キャンペーンまとめ8月版ということでやっていきたいと思います。こちらね、毎月出させていただいてますけども、 ANA クレジットカードね、入会検討されている方はですね、ぜひね参考にしていただけたらなというふうに思います。先に言ってしまうとですね、7月版との違いっていうのはですね、ポイントサイトの案件がね、少しポイントがアップしましたので、全体的にっていうか、まあ一部ですね、6月版よりポイント数がねアップしたということで、 ANA マイルがね少し多くもらえるっていう感じになっております。まずですね、 ANA のクレジットカードにはマイ友プログラムっていうものがね、ありまして、そちらを利用するとですね、追加で ANA マイルもらうことができますので、 ANA クレジットカードをね初めて発行される方はですね、ぜひね利用してみていただけたらなというふうに思います。一般カードが500マイル、ゴールドカードが2000マイル、プラチナカードなら5500マイルがねもらえるっていうふうになっております。でこちらのマイ友プログラムに関しては、 ANA のね公式サイトで申請するという形になっておりまして、紹介者の方のお名前と紹介番号ですね、こちらが必要っていうふうになります。こちらね、無条件でもらえるっていうふうになりますので、ぜひね発行する際はですね、 ANA のクレジットカードね周りに持たれている方いらっしゃらないかね、ぜひ探してみていただいて、もしねいらっしゃらないっていう方がいらっしゃいましたらですね、私の方からね紹介させていただいてっていうね、冗談を毎回言わせていただいてるんですけども、ひとまずですね、 ANA のクレジットカード発行される際はですね、周りに持っている方いらっしゃらないかね、確認してみていただけたらなというふうに思います。まずですね、 ANA JCB のソラチカカードとソラチカゴールドクレジットカードのねキャンペーンから紹介させていただきます。まずね、ソラチカカードの場合はですね、マイ友プログラムと JCB のキャンペーンプラスポイントサイトの案件ね、30ドリがねいますんで、取りこぼさないようにねしていただけたらなっていうふうに思います。まずね、ソラチカカードは年会費初年度無料、2年目以降は2000円っていう風になっておりまして、ソラチカゴールドの方はですね、年会費が1万4000円っていう風になっております。まずね、ソラチカゴールドの方からですね解説させていただきます。JCB 側のキャンペーンですね、こちらエントリーが必須という風になっておりまして、この動画のね概要欄にエントリーフォームね公式サイト載せておきますんで、そちらね確実にエントリーしていただいて利用してください。まずね、入会キャンペーン、こちらね通常入会ボーナスで2000マイル、次にですね期間中カード利用額に応じて ANA マイルがもらえます。こちらは利用期間が7月1日から12月31日までっていう風になっておりまして、もらえるねマイル数はねここら辺ちょっと出しておきますけども、10万円で1500マイル500ポイント、50万円利用で6000マイル2000ポイント、100万円で1万5000マイル5000ポイント、100万円以上で2万4000マイル8000ポイント、300万円以上で3万マイル1万ポイントということで、このカッコ書きにねされているポイントっていうのは、おきどきボーナスポイントっていうねポイントでもらうことができます。こちらね、おきどきボーナスポイントをそのままね ANA マイルの方に交換してしまうと、300万円の場合だと1万ポイントはね、まあ、3万マイルっていう風になるんですけども、こちらソラチカカードということで、このおきどきボーナスポイントから東急メトロポイントをね経由して ANA マイルに交換すると、1万ポイントの場合は4万5千マイルにね交換することができますので、こちらの経由ね覚えておくようにしていただけたらなっていうふうに思います。こちらね経由しないともったいないっていうふうになりますんで、300万円以上ね決済した場合は4万5千マイルっていうふうになります。次にですね、キャッシング枠をね設定すると、100おきどきボーナスポイントをねもらうことができまして、こちらもですね本来300マイルに交換することができるんですけども、先ほどのね経由で利用していただくと、こちらもね450マイルにね交換することができます。キャッシング枠の設定自体がですね、あんまり好みではないっていう方はね省略してもねいいかなというふうに思います。次にですね、ポイントサイトの案件ですね、こちらポイントサイトポイントインカムでですね、 ANA JCB ソラチカカード発行案件がね出ております。こちら発行するだけでですね7300円分のポイントがもらうことができますんで、こちらはですね高級ルート、ポイントサイトから ANA マイルに交換する際のね高交換ルートですね、で交換すると5475マイルに交換することができますので、こちらもねぜひね利用するようにしてください。
らね、ソラチカゴールドの場合ですね、合計すると、マイトモプログラムで2000マイル、入会通常ボーナスで2000マイル、JCB のキャンペーンの利用で、キャッシングと利用ですね、こちら最大で 45,450 マイル、ポイントサイトの案件で 5,475 マイル、で300マイルね、記載した場合ですね、こちら追加で3万マイル、通常分がね、追加されて、合計でね、84,925 マイルっていう風になりますんで、かなりね、大きい、マイルがね、もらうことができます。ですけども、クレジットカードのね、利用額もかなりね、多いっていう風になっておりますんで、クレジットカードね、利用予定、12月31日までですけども、利用予定がある方はですね、ぜひ狙っていただきたいなっていう風に思います。で次にですね、ソラチカカードの一般カードの方ですね、こちらは年会費が初年度無料、2年目以降は1000円っていう風になっております。ソラチカカード一般カードの場合はですね、利用額のキャンペーンもね、変更っていう風になっておりまして、10万円以上で100ポイント1500マイル、50万円以上で6000マイル2000ポイント、100万円以上で5000ポイント1万5000マイルっていう風になっております。こちらね、100万円で利用した場合、先ほどと、ね、一緒で、本来ね、5000ポイントのところが東急メトロポイントに交換してね、経由して交換すると、1万5000マイルのところが2万2500マイルっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひこのルートを利用してください。その他はね、変更点はないっていう感じになっておりまして、全て合計すると、マイトモプログラムで500マイル、入会ボーナスで1000マイル、JCB のキャンペーン全て利用して22,950マイル、でポイントサイトの案件で5,475マイル、100万円の決済を入れるとプラス1万マイルということで、33,925 マイルがね、もらえるキャンペーンというふうになっております。次にですね、アメックスビジネスカードとアメックスビジネスゴールドカードですね。こちらは ANA カードではないんですけども、こちらもですね、大量のポイント、そちらをね、マイルに交換することによって、大量マイルがね、狙うことができます。で、アメックスのクレジットカードは、基本的にね、紹介制度というものをね、設けておりまして、そちらで入会した方がですね、お得というふうになりますんで、こちらね、入会した際のね、場合で、紹介させていただいております。こちらね、紹介で入会するとですね、両方とも年会費初年度無料でね、利用することができます。またね、このアメックスのクレジットカードですね、ANA マイルに交換する場合、メンバーシップリワード手数料3000円っていうのと、ANA のね、移行手数料5000円っていうのがね、かかってきますんで、年会費は初年度無料なんですけども、ANA マイルに交換する場合はですね、合計で8000円のね、プラス費用がね、必要っていう風になっております。それでは、まずアメックスのビジネスカード、一般カードの方がですね、3ヶ月以内に20万円決済で7000ポイント、50万円決済で1万ポイント、50万円分の決済分を入れて5000ポイントということで、合計でね、2万2000ポイント。こちらがそのまま ANA マイルになりますんで、2万2000マイルがね、もらえるっていうキャンペーンになります。次にですね、アメックスビジネスゴールドですね。3ヶ月以内に20万円決済で6000ポイント、50万円決済で1万2000ポイント。またね、1年以内に200万円決済で3万ポイントということで、こちら200万円分のね、決済分を入れてプラス2万ポイントということで、合計6万8000ポイントという風になります。こちらがね、そのまま ANA マイルになりますんで、6万8000マイルが獲得できるっていう感じになります。こちらもですね、利用金額は200万円っていう風になっておりますんで、決済額がかなり多いですけども、利用予定がある方はですね、ぜひ狙っていただきたいなっていう風に思います。またね、このアメックスのクレジットカードに関しては、交換上限っていうのはね、年間でありまして、年間で4万ポイントっていう制限がありますので、もしね、キャンペーンでポイントをゲットしたら年内に4万ポイント交換、1月1日を超えたらですね、残りを交換っていう風になりますんで、この切り替えがね、1月1日っていう風になっておりますんで、その点はね、注意していただきたいなっていう風に思います。こちらね、4万ポイントまでしかね、ANA マイルに交換することができませんので、年をまたいでね、4万ポイント以上持ってしまうとですね、ANA マイルに交換するのにですね、年会費がね、かかってきてしまいますので、もしね、利用するっていう方はですね、この点は覚えておくようにしてください。次にですね、ANA アメックスのクレジットカードですね。こちらもね、アメックスのクレジットカードっていう風になりますんで、こちらもね、紹介ポイント数でね、解説していきたいと思います。まず ANA アメックス一般カードですね、年会費が7000円。こちらは ANA マイルのね、引行手数料が年間6000円かかってきます。こちらもね、クレジットカード利用で、ポイントがもらえます。1万円以上で、500ポイント。20万円以上決済で3000ポイント。
40万円決済で6500ポイント、40万円の決済分で4000ポイントということで、全てを合計するとですね、15500マイルっていう風になりまして、ここにですね、マイトモプログラムと入会ボーナスね、こちらを入れると、合計でね、17000マイルがね、もらえるっていうキャンペーンになっております。次にね、 ANA アメックスゴールドですね、こちら年会費が31000円、こちらのカードはですね、 ANA マイルの移行手数料はかからないっていう風になっております。こちらもね、カード利用でマイルがもらえます。1万円以上利用で1000ポイント、25万円以上で8000ポイント、50万円で18000ポイント、50万円分の決済入れて5000ポイントということで、合計でね、36000マイルが、もらえるキャンペーンという風になっております。こちらもですね、マイトモプログラムと入会ボーナス、こちらはね、それぞれ2000マイルずつね、加算されますんで、合計でね、4万マイルが、もらえるキャンペーンという風になっております。次にですね、 ANA ダイナースのクレジットカードですね、こちらは一応ね、6月に1回専門の動画ね、出させていただいたんですけども、こちらね、6月の中旬ぐらいからね、始まったキャンペーンっていう風になっております。ANA ダイナースクレジットカード年会費27000円。で、こちらもね、ANA マイルの移行手数料はかかりません。で、ANA ダイナースの場合はですね、今ね、2つから選べる特典っていうね、キャンペーンをやっておりまして、新規入会キャンペーンでね、特典が2つ用意されております。まあ、こちらどちらかね、選択するっていう感じになっておりまして、A コースと B コースでね、分かれておりまして、A コースの方は最大5万5000マイルが獲得できるキャンペーン。B コースは初年度年会費無料で、プラス最大2万2000マイルがね、もらえるキャンペーンっていう風になっております。こちらのキャンペーンの期間ですね、7月の9日から9月の30日の申し込み分までっていう風になっております。それではまずね、A コースからの解説ですね。通常入会ボーナスが2000マイル。期間中30万円利用で1万5000ポイント。60万円利用で3万ポイント。60万円決済分で6000ポイント、家族カード発行で1500ポイント、ビジネスカード発行で500ポイントということで、まあ、こちらそのままポイントがね、マイルっていう風になりますので、合計5万5000マイルがね、獲得できるっていうキャンペーンになっております。こちらね、クレジットカードの利用期間なんですけども、3ヶ月ぐらいね、なっておりますんで、そちらはね、覚えておくようにしてください。次に B コースですね。通常入会ボーナスで2000マイル。期間中30万円利用で、初年度年会費無料っていう風になっております。またね、60万円利用で1万2000ポイント。60万円決算分を入れて、6000ポイント。家族カード発行で1500ポイント。ビジネスアカウントで500ポイントということで、まあ、こちらもね、そのまま ANA マイルになりますので、合計でね、初年度年会費無料プラス2万2000マイルがね、獲得できるっていうキャンペーンになっております。またね、ちょっとこの ANA ダイナースのキャンペーンはちょっと注意事項がありまして、解説したね、家族カードの発行プラス、ビジネスカードの発行なんですけども、この2つはですね、有料っていう風になっておりまして、家族カードの方は6000円、ビジネスアカウントカードの方は、まあ2000円っていう風になりますんで、この2つを合計すると、まあ8000円がかかって2000マイルがもらえるっていうキャンペーンなんですよね。こちらね、どっちがいいかっていうのはね、まあ人それぞれ変わってくるかなと思いますんで、この点はね、覚えておくようにしてください。いかがだったでしょうか。今回はですね、2020年8月版の ANA のクレジットカード入会キャンペーンプラスアルファということで、解説させていただきましたけども、7月とのね、大きな変更点っていうのは、 ANA の JCB ソラチカカードのポイントサイトの案件ですね。こちらがポイントダウンしてたんですけども、8月に入りましてね、ポイントアップしたということになりますんで、ソラチカカードに関しては獲得できるね、 ANA マイル数が5500マイルぐらいですけども増えてるっていう感じですね。また ANA ダイナースのね、キャンペーンも7月の中旬ぐらいからね、開始しておりますので、ダイナースのクレジットカードで初年度の年会費無料っていうのはね、まあかなり強いのかなっていうふうに思いますので、参考にしてみていただけたらなっていうふうに思います。まあですけどもね、どのクレジットカードもクレジットカードね、利用するキャンペーンというふうになっておりますんで、クレジットカード決済のね、利用がある方はですね、ぜひね、狙ってみていただきたいなっていうふうに思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が気に入った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンベ、ホテルのことなんかね、発信しておりますので、チャンネル登録されてない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。